はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、いろいろな観葉植物ということで、今日は今年買ってよかった植物を紹介していこうと思います。はい、年末恒例の今年の当たり植物紹介させていただきます。いろいろね、用意させていただいたんですけど、まあ珍しいものから今はもうだいぶ一般種になっちゃったよねっていうものまで、いろんなのね紹介させていただこうかなと思います。これから買おうかなって思ってる方は参考にしてみてください。じゃあやっぱ最初はこれかな。ピンクプリンセスギャラクシー、まあ、カッコマーブルってやつですね。まあ以前からちょこちょこはね出回ってたのかもしれないんですけど、今年ついに入手することができました。もうずーっと探してたんですけどね、普通の園芸店とかじゃなくて、あの専門店っていうのかな、そういうところの人にマーブルないですかって聞いてても、え、マーブルって何ですかっていうふうに言われるぐらいあんまり知られてもいなかったんですよ。それが今年、がっつり日本に入った感じです。特徴は通常のピンクプリンセスのこのピンクにさらにプラスしてチリフが入ります。でチリフ自体もまあちょっとわかりづらいんですけど、単純にピンク色の細かな斑が入ってるっていうだけじゃなくて、地模様をかすれさせるような曇った色合いの、チリフが入ります。この濃いグリーンが地色なんですけど、この辺なんか白くくすんだ感じになってますよね。地色にコーティングみたいな感じでくすんだ斑が入っているようなものがギャラクシーっていうタイプの、ピンクプリンセスです。海外ではマーブルギャラクシーとかギャラクシーマーブルとかとも言われてたりするんですけど、マーブルって言ってもこのくすんだ色味が入らないで単純にピンク色のチリフ、それが葉っぱ全体にブワーッと入ってこのピンク色の斑もすごく多くなるようなタイプ、そういうのもマーブルとして売られてたりはするんですよ。それはそれで選抜されたすっごい綺麗なものなんですけど、同じマーブルとかでもちょっとこうタイプが違ってたりとかもするので、まあそれがどのタイプのマーブルなのかっていうのはしっかり見定めて買った方がいいんじゃないかなとは思います。で、今年かなり入荷されたみたいで、生産者さんだとかも、大量に入れたみたいです。なので多分、まあ来年とか再来年とかには、結構出回り出すんじゃないかなと思います。今まだ珍しいっちゃ珍しいんですよ。ネットオークションとかね、使えば簡単に手には入るんですけど、まだまだ高い品種です。ただメリクロンとかでも増やされているみたいなので、価格はどんどん落ちていって、これがスタンダードになる可能性もあります。入手する機会はこれからどんどん増えていくと思いますので、ピンク色の植物好きだよっていう方はぜひチェックしてみてください。今ね、うちで育ててんのちょっと失敗しちゃってて、寒くなってきてからなんかこう活斑細菌病みたいなのがポツポツポツと現れてるんですよね。まあ殺菌剤とかそういうの使って養生してやった方がいいかな。これは今後我が家で育てていく上での課題ですね。はい、じゃあ二つ目、こちらアグラオネマピンクイメリタスです。すごい色ですよね。もうほぼピンクの葉っぱ。最近の葉っぱはちょっと緑も出てきましたけど、もうなんかどこで光合成してるんだろうっていうような見た目です。よく見ると葉っぱのところどころに蛍光グリーンが乗ってます。これも今はかなり珍しい品種で、まだ流通量とかも少ないと思います。ただネットとか探すと、まあ高価ではあるんですけど、数点販売はされてます。で、これも多分今は珍しいですけど、だんだん珍しくなくなってくるとは思います。っていうのも、なんかすごい特殊なものかって言ったら、今日本では少ないんですけど、海外では結構育てられてるっぽいですね。なんかインスタとか見ててもしょっちゅう写真とか動画が流れてきます。で、海外ではピンクイメリタスっていう名前じゃなくて、多分ピンクエメラルドとか、ただのエメラルドっていう名前で流通してるんじゃないかな。海外とかでイメリタスで調べても出てこないんですよね。ただなんかアグラオネマの生産者さん曰く、今アグラオネマもこの手のタイプはもうどんどん交配されていて、名前も新しいのがバンバン出てくるんで、もう訳がわからんっていう風に言ってるみたいなので、多分
まあ同じだとは思いますけど、ひょっとするとなんか系統の違いとかはあるのかもしれないです。でこの子はかなりピンク多いのを僕が選んだんですけど、緑多い子とかもいろいろいたりします。まあひょっとすると育てる環境とかによってもこのグリーンの量とかは変わってくるのかもしれないですね。まあとにかくこういう蛍光グリーンとかピンクがすごい綺麗なので、まあとってもおすすめです。次は宝探し系のやつです。はい、こちらセダムベッラデインベルの斑入りです。これね、ちっちゃくて分かりづらいかもしれないです。申し訳ないです。最初に登場したのが今年の4月ぐらい、春の動画だったんですけど、欲しかった品種が手に入りましたっていう動画投稿したんですよ。でその時手に入ったのがベッラデインベルの、ずっと欲しかった品種で、斑入りっていうのが結構珍しいっていうか少ないと思います。このラインにいるやつは通常今緑色ですよね、濃いグリーンしてます。このベッラデインベルノっていうのは寒くなると紅葉しだして、で成長点のところが色抜けてピンク色とか黄色とかに色づくっていう品種なんですよ。で今緑色ですけど、あの寒暖差とかによっては赤っぽい色になったり、そういろんな色が楽しめるんですけど、まあそういう寒くなると成長点が色抜けるタイプの斑入りで、通常もそういう斑入りなんですけど、僕が見つけたのはこっちの手前側の列、ちょっと色薄いんですよ。これ今の段階でもう成長点色が、黄色っぽく抜けたりとかもしています。通常のベッラデインベルノにさらにプラスして虹の玉の斑入り、オーロラみたいに株全体にも斑が入っているタイプなんですよ。だからよーく見るとちょっとこうパールがかった光り方をしています。で、通常のベッラディンベルノが寒くなると斑が入るんですけど、これは通年成長点は色抜けます。あ、まあもちろんこれはしっかりあの継続するタイプですけどね。もうこれね、もう数全然少ないんですけど、めちゃくちゃ大変ですぐにカビが生えるんですよ。もう白いカビだらけになっちゃって、で斑入りも斑なしも関係なくカビが生えるんですよね。なんかそういう菌を持っちゃっているんだと思うんですよね。何回も殺菌して、元気のいいところでカットして植え直してっていうのを繰り返して、最近ようやくカビが生えにくくなってきたっていう感じです。突然変異的に紛れ込んでるものなので結構珍しいです。ただこれからの時期、このベッラデインベルノもホームセンターとかで見かけること増えてくると思うので、気になるよって方いらっしゃいましたらぜひ探してみてください。はい、じゃあ続いてこちら、ハオルキア白雪絵巻錦だったと思います。間違ってたらごめんなさい。あのね、書いときますから読んでください。ちょっと前まで結構高くて、普通に競り合いで1万円は超えてくるようなハオルチアだったんですよ。今だいぶ値段も落ち着いてきて、もう1万円切ってます今は。そう、もちろんあの高いっちゃ高いんですよ。高いっちゃ高いんですけど、一昔前に比べたらもう全然安いで、しかも今出てるのってノリフ系多いんですよ。あのノリフ系っていうのは、こう葉っぱの側面とかが曇ったグリーンになる。普通のね、葉っぱも残ってるんであれなんですけど、普通はこうやって濃いグリーンむき出しなんですよ。でそれがノリフっていうのになるとこうやって曇ってくるんですよね。で葉っぱの表側ががっつり斑が入る。だから真上から見ると一見全斑みたいな状態になってそうなんですけど、真横から見るとちゃんと葉緑素があって、それがノリフっていうんですよね。でノリフはすごい希少価値が高いんですけど、今売られているこの白雪絵巻錦、ノーマルとして売られてても結構ノリフ混ざってます。要はノーマルからノリフに移行される段階みたいなのが入っているんで、実はその数千円とかでもすごいお得感が高かったりします。なのでオークションの画像とか見て、こう葉緑素の部分どうなってるかなとか、上から見てどんな風に斑入ってるかなっていうのを確認して、もし買おうと思ってる方いたらノリフ狙いで買ってみるのもいいんじゃないかなっていう品種です。ていうか、まあ他のハオルチアも今だんだんそうなってきてますけどね。もうほぼほぼノリフ化してるよねっていうのが通常の斑入りの値段で買えるんで、そう、今ハオルチア集めるんだったら今だと思います。でこっちは
普通のベヌスタ錦で売られてるもの、これも一応高配種とかじゃないかって言われてるんですけど、まあとりあえずそういうベヌスタ錦ですね。普通のベヌスタ錦は毛の量がちょっと少ないですね。そう、まあサイズが違うのもありますけど、でもそれに対してすごいモケモケとしてます。もしどう違うのって思ってる方いらっしゃいましたら、はい、こんな風に違いがありますので参考にしてみてください。はい、続いてこちら、またハオルチアです。桜貝、これもずっと欲しかった品種ですね。去年ぐらいからちょこちょこ出回ってるのかな、まあ、僕がたまたま見てなかっただけかもしれないんですけど、すごい少数出回っていました。で、最初の時が値段が数万円だったんですよね。とんでもな値段がついてたと思うんですけど、何回かこう落札されていくうちに今どんどん安くなっていって、後半では数千円の落札価格になってたと思います。僕もこれ買った時すごい安かったです。あったかい時期にこれピンク色に色づくみたいなんですよね。こういう紅葉系って僕冬にピンクになると思ってたんですけど、なんか違うみたいで、で、まあちょっと葉先の方とかは傷んじゃってるんですけど、これね、育てるのめちゃくちゃ難しくて、これね、今ようやく勢いついてきたっていう感じ。もうずっと欲しかったやつで怖かったんで、あんまりこう根っことかもいじらないで植え付けたんですよ。そうしたら、ちょっと軸の部分黒いの入っちゃってたみたいで、それが広がってもうだいぶ進んでたんですよね。うわもうダメかもしれないと思ったんですけど、頑張ってカットして養生して、でようやく新しい葉っぱが出るようになったっていう感じ。これに関しては皆さんに綺麗に紅葉した姿を見ていただきたいなと思っているので、頑張って育てます。はい、続いてこちら、ジュエルオーキッドアネクトキルスロクスバーギーバリエガータ。バリエガータっていうのは斑入りっていうことですね。きっちり斑が入ってます。ついにかと、ついに来ましたっていうジュエルオーキッド好き全員がおそらくお、ついにかって思ったのが多分これです。今年はね、組織培養されて瓶に入ったやつが大量に出回ったんですよ。大量に、まあ大量かな、なんかこう漬物入ってそうな瓶の中に、植物の栄養の培地が入っていて、その中に何十本って、植物が入った状態で売りに出てたんですよね。で、まあ高いんですよ、それすっごい高いのを、購入した人がバラして数千円とかで売ってるっていうのが今の現状なんですよ。で、もちろんジュエルオーキッドなんで結構高いんですけど、これちょっと前まではこれ一株で出てきたら数万円してた。で、しかも幻の存在みたいな感じになってたんですよ。え？って思うかもしれないですけど、今はメルカリでもヤフオクでもしょっちゅう出てきてます。これはまたジュエルオーキッドの話になるんですけど、まあ、その時6年前とかかな、6年前とか7年前とかの話なんですけど、とある通信販売の会社さんとかでジュエルオーキッド使ってるお店があったんですよ。で、そこがこれを数千円とかで売ってたんですよ。で、何回かに分けて売ってたから、まあ、数株出てったと思うんですけど、で、それが売り切っちゃってからはもう全然出回らなくなって、一部のマニアの人が増やして、ごくごくたまーにヤフオクとかに出すみたいな。で、もうその時にはもう他で手に入らないんで、競り合いになって数万円っていうのがこの植物だったんですよ。今年は大量に流通して、今、安く売られてても誰も買わないようなぐらいになってる。これね、どういう風かっていうと、外側が地模様なんですよ。ちょっと待ってね、おり。外側が地模様で、真ん中にこの白が入っていて、で、さらにその真ん中の方には、曇った地模様。まあ赤っぽい色になってますけどね。こうやって三色構造みたいになってる符で、これを三光中符って言います。で、これが基本型なんですけど、稀にこれからさらに変化して、こういう、まあ、中符っていうか、中透けっていうのかな。厳密には確か区別されるんですけど、こういう風になったりもします。ちょっと性質、
弱いですね、この子の方が。好きな方はぜひ2種類揃えてみてください。オリー、ちょっとあんたさ、最後の1個そういう風にされてたら見せられないよ。とっておきなのよ、最後は。オリー、溶けて、溶けない？いいよ、ちょ、いてもいいけどさ、ちょっと手だけ溶けて。はい、じゃあ買ってよかった植物、最後がこちらです。フイリスピタンサス。これ以前動画で楽しみにして買ったのに根腐れしてましたって言ってた子なんですよ。あのスピタンサス買って今鉢しか見せられないんですけどとか言ってたやつです。で、大きくて、大きい葉っぱ全部カットして新しいあの葉っぱ出させて今こんな風になってるんですよ。すっごい綺麗で、うん、ようやく復活しましたね。植え替えるのも大変でした。土の量も多いし。これがね、僕がその時ずっと欲しかったって言ってた植物ですね。斑入りのツピタンサスはかなり珍しくて、なかなか売ってないんですよ。まあ、これはあのお店で売ってたんで、通販とかじゃなくて店舗で買ったんですけど、樹高が60センチぐらいかな。それで6000円ぐらいだったと思います。まあ、大きい観葉植物欲しいなっていう方は、まあ、これ買ってもいいかもしれないですね。あの、お家にデカデカ系のやつを置きたいなっていう方は、ツピタンサス斑入りおすすめです。よろしければ探してみてください。いるか？そっか。かわいいね。うん。おい、退屈なの？なんで？寝てりゃいいしょ。寝てればいいしょ。ん？はい、ということで今日紹介させていただいたのはこちら。今年買ってよかった観葉植物を紹介させていただきました。もしいいなっていうのがありましたら、ぜひネットとかでチェックしてみてください。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いの役に立ったなっていう方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。